ただの話ですけど。プロ。
ローバーとかプローバーとかやってなかったっけまだ。全中だけですか。じゃあ枠だったら後ろの方でやった。枠強だから最初これで枠強の最初の選手はこれね。今言ってた何言ってたんやろ。あ、違うもこれ。これこっちで。これね、コツはお尻のちょっと後ろから落とすということと、それから抱えた膝絶対離さない。これこっちで回らないんで。で、こっちの場所が間違わなくてこうなってた後も少しが回り重いやつ。これは回すというよりも基本的に転がるだけなんです。転がるときにふわっと起きながら転がるからってことを回るみたいな。バックオーバーしたらもっとちゃんと上に上げて回すんだけども、これ転がすだけだから難しくない。で、これは要するに後ろ回りみたいなもんで、後ろに回るのに慣れてもらうための練習です。やってみる。死にそうだったね。これ当たったら落ちるっていう時はって話して頭も持ってください。一応マット入れるけど入るかな。これ今やったらしっかり持ってた回ります。ほらほら、ちゃんと膝持ってねえけど、膝ちゃんと持って膝持ってへんかったちゃんと膝が返して、離さないしっかり持ってそうそう、軽く飛んで膝前に上げて、で完全にこっから落としたら上に上がるだけなんで、お尻のちょっと後ろから背中まで行っちゃうところの前に戻ってます。まあ、体の方まで持ってくると、降りた時に足が浮くところって、体の硬いから腰痛む。